あったね、これで。はい。これは何なんですか？テスト、シナモンこれ。これがメタニカルシー。メタニカルシーはこの中に入ってますね。これは、あの、何ゲームあるんですか？いや、メカユニット。メカユニット。メカニカルシールユニット。メカニカルシール。この今、2年これやけど。ね、これ、どういうところに使われますか？カップハン。タン。大きなタン。液体。液体。液体のカタン。それの、このシャフトの軸。軸の上に、あのシール、圧力がかかるから、それをシールする。だということは、圧力見たら、そう、どれぐらい？いやいや、これは低いですよ。5キロぐらい。いや、これは絶対、あの、その、液体が漏れない。あの、これは気体。今タンクで中でその液体があってかき混ぜるでしょ。シャウトがあって、この上は空間ですよね。いっぱい入ってないから。だからそこのところにこれがつく。ここで中に圧力をかけて、温度があって圧力かかって、こう、金でこうかき混ぜるでしょ。はい、ほんならその圧力が逃げたらいかんから、それを止めてるんです。それからまあ、どっかに言ったら真空状態。真空もある。ね、真空もあるし、あの、抜擢する、抜擢するために真空もあるし、圧力かけて、かける場合、それで反応さす場合もある。で、ちなみにこの材質は何ですか？材質は、この側はステンレス、316ですね。はい、で、中は調光とか、セラミックカーボンとか、いろいろあるんです。それはセラミックカーボンとか、金属は、金属の中に。いやいや、そう、セラミック、要するに、金属にセラミックを溶写して、それにほら今、さっき見てもらった、これぐらいの赤い、あの黒いやつ、あれの大きいようなやつがこの中に入っとる、入っとる。じゃあこれはちょっと後で見せてもらうはず。ほんでこれがもう中入って、ほんで2個入って、で、どういうんですか。だからこれも本体に持って行って、シャフトにこれを入れて、セットして。シャフト置いたらこれ、ここにシャフトが60回か70回。70丸。70丸ぐらい。はい。はい。これは大きい方ですか？小さい方。普通ぐらい。大きいのではどのぐらい？150とか160とか。軸径がね。軸径が、はい。だからこの内径が。これぐらいだったらタンクいたら相当の大きなタンクですよ。これでも、どうでしょうね、3メーターぐらいのタンク。すごいな。3メーターぐらいの高さがこの天井ぐらい。何入れてまんですか？もう、ありとあれ、もうそれは化学会社から、食品から、もういろんなものをね、攪拌するから。攪拌するから。例えばチョコレートとか。いや、そういうのはあんまりないけど。何一番までわかりやすい。素人が分かりやすい。これはね、まあ、ある会社の液晶の何かの原料を混ぜる。これはちょっとシークレットだね。うん、ああ、いろいろ言われへんね。はい、これまあお客さんの何やから。競争相手ってよくありますね。後から聞こうと。やっぱり。ないでしょ。いや。やっぱり全部でどうでしょうね。10社。東大阪で。あ、東大阪では、でしょ。あ、そうですね。もう一人舞台。いや、そんな、一人儲けて。いや、あれですよ、お客さんがまず全国で少ないですやんか。だから、どうしても、まあ、メーカーさんも少ない。なるほど。それは後で聞かせてもらいます。ということは、メカニカルシールユニットというふうに、これはね、いうふうに解釈したい。これはね、この品物。はい、はい。で、こちなみにこれは今、その、回すのにこのままやったら回らんから、こういうふうに何つけてこう回してテストしておきます。あ、テスト、はい、これ圧力テストです。そうです、はい、でこれで OK になって収めるんですけど、ちょうどあのこうもうじき収めないかんのがちょうどあったから、だいぶ高そうですな。まあいいけどこれやる。あー、すごいですね。ステンレスらしいですね、これ、はい、中身が、セラミックカーボン、カーボンとセラミック調光と、これ調光、片側は調光調光ですよ、はい、
ということで、これはやっぱりかなり回転する摩擦にやっぱり強く、いやいや、それとこれは回転はあんまり速くないんですよ。どうでしょうね、100回転とか150回転ぐらいです。なるほど。小さいのはね、もう回転速いのは3600とか、これは3600分間に移しますけど、うん、そんな想像ですね。こういうのはもうだけど、何年も何十年も回転しない感じではセラミックカーなんですけど、まあそうですね、何十年はちょっとね、そんなに使ってもらったらうちら崩れる、仕事が乗らなくてさ、あんまり持ちすぎたら適当に持つよ。